今回は群馬県沼田市の片品川支流の里川での釣りをご紹介したいと思います。6月上旬という季節の中で、実はこの川に2回ほど訪れているわけなんですが、今回まとめて編集してみました。まずは1回目の釣りの様子からご覧ください。前回この川に来たのはもう10年以上前になります。ちょっと魚の反応があるかどうかもよくわからない状態で、まずは12番のエルクヘアカディスで探ってみることにしました。いいサイズ。リリースします。
リースします。2回目の釣りは、前回よりも下流の区間に入ってみました。今回は、あいにくの雨となってしまいましたが、その分魚の活性は高く、尺には届かなかったものの、いいサイズのイワナを釣ることができました。それではご覧ください。あ、抜けた。濃いサイズ。
29センチですね。またちょっと尺には届きませんでしたけど、ヒレピンです。綺麗なイワナです。リリースします。